言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、いろいろと BMST 関連でねニュースとかが出ております。あの能登半島の地震に関して BMST と BE:FIRST チームで義援金をね出して直接振り込みをしたりだとか、スカイハイの方の言葉でマーゼルの動きがそろそろあるみたいな話であったりとか、そういう話がありまして、でアイル・ザ・ショータ、ノベル・コア、エディ・ボーイ、レイコ、ソロアーティストたちに関しての言及などもありました。まあそろそろ動き始めがあるんじゃないかなっていう気がしているところでございます。でその中でまあ真っ先にと言いますか、去年にねもうありましたけど、ノベル・コア君の新しい楽曲ですね、ルーラーズですね、凌介ドクタール酒井さんが作った楽曲で、まあそれはもう期待できるとね、当然キングダム第5シリーズのエンディングテーマということで、キングダムは私も結構好きで、まあ歴史ももともと好きですから、キングダム的なやつは好きでね、まあそのエンディングテーマっていうのはすごい画期的だなと思いました。でちょうど先ほど MV が上がってますね。でちょっとまだ聞いていないので、MV をリアクション的なやつをさせてもらおうと思います。リアクション動画ではないんですけどね、リアクション的なやつ最近ちょっとやってます。というわけで、まあ反応とかはね、まあ画面は映さないのでそれで見ながらって感じになりますんで、アイキャッチ後にさせていただこうと思います。初見ですね、当然ですけど。じゃあ行きます、アイキャッチ。さてそれでは参りましょうか、3分59秒なので最近の MV としてはまあ長い方かなと思います。いきます、レッツゴー。おー、なんか近代的な感じで始まりましたね。キングダムのテーマだって言うから、ちょっと勝手に歴史っぽいのを予想してた。名古屋どうしたって言わなかった？そんなはずないよね、そんなはずないよな。あ、ていうか下に歌詞が出て、歌詞が出たと思ったら英語出てますね。てか電車ええな。ねこういうホラーゲームあるんですよ。ホラーゲームの話になってますね。おー、かっこいい。てか歌はメインですよね。あ、なるほど。なんか今までちょっとだからホラーって言ったけど、たまにちょっとこうザザザザみたいな感じのエフェクトが入ったりして、多少その辺も意識してるんじゃないかと。あ、急に、あれっすね、ドクター・酒井さんの楽曲だけど音数多いっすね、アニソンの意識してる。ああ、なるほど、かっこいいな。てかノベルコア君もロックのイメージというかそっちの要素強いなっていう。でなんかこの近代的な現代魔境的な近未来的な感じ似合いますね。あ、急に外になった。あ、なんか今ちょうどノベルコア節みたいな感覚ある。このラップの歌ラップの感じ、傍観者でも共犯みたいな。世界観的にはハートの世界観を表現しているのかな。ちょっと幻想的な感じの、なんかコア君が宙に浮いてて後ろがなんか RPG で出てきそうな感じので、上になんか葉っぱが浮いてるような闘技場みたいなところに行きました。なんかパルテノン神殿の柱みたいなの立ってます。でもコア君自体は近未来的な出立ちで、そこのアンバランス感があったり、てかこれ動き方すごいな。うん、おー、なんか結構なんかいろんな世界観を、あ、ラップもがっつりありますね。うん、この辺のラップのところはアニメでは流れないかもしれないけど、でもあれですね、かなり、いい、かなり気合が入っててやばいっす、非常にやばいっす。うらっつった。なんかちょっと声の出し方とかも、こうなんか、顎下に当てるような感じで、シュントくんじゃないけど、ちょっとそういうエッジボイス的な感じを意識してらっしゃるかなと。おそらくは。
なんかでもあれですよね、ラッパーだけどすっかりこうアーティストの感じがどんどん出てきて、なんかジャンルノベルコアみたいな感じの言ってらっしゃった人がいたけど、まさにそうなってきたなっていう感じがいたします。ちょっとでもね、あの演出が、MV の演出がホラーゲームとかホラー映画っぽいなとは思った。ちょっと意識してるんじゃないかなっていうね、あのホラー系を結構見てる人間が勝手に言ってるだけなんだけど、自分ではプレイできないんで、あのホラー系の才能ないんですよ。ちょっともう一回見ます。歌詞出るかな。最初名古屋どうしたは言ってないですよね。名古屋どうしたはあのスカイハイが、あの竜兵くんたちが出たっていうか、あの名古屋組のところでザ・ファースト言った言葉だけど、空耳っすよね。空耳ですよね、きっとね。うん、でまあ白と黒がみたいな感じで、あ、ちょっともう一回もう一回いきます。いや、なんかね、あのこれだ、あのね、 MV の構成好き。うん、なんかこのサイバーパンク的な感じとか似合いますね、おそらくは。うん、これ多分あれですからね、あのキングダムのエンディングではあのアニメの映像と一緒に流れるはずで、目を閉じるとそうですね、深夜衛星たちが浮かぶ。多分かっこよくなるな。うん、多分キングダムは第3シーズンまでしか見てなくて、第2シーズンか、そっから見ると大変だな。MV の中でちょっとこう、あのテレビの画面が、あのブラウン管テレビの画面が乱れるような感じになったりとか、うん、だから全体的にやっぱりそういうちょっとホラーチックな感じの演出多いかなって思って、でもこの感じが癖になるような感じがいたします。そう、歌が多めですけど、基本的にあのラップの歌唱法とかがやはり基本となっていると思いまして、その辺はノベルコア節って言いますか、裏切りませんね。うん、っていう風にちょっと思いました。はい。このノベルコア君が、あのちょっとこうマスクみたいな、五条悟みたいなマスクをしてますが、あのなんかこれはあのキングダムのキャラクターで出てくるのかな。あ、歴史もんですけど、まあ現代風な演出ももちろんありますからね。うん、いいですね。うん、っていう感じで、はい、っていう感じでちょっとじゃあ。はい、というわけでノベルコア君のね、あのルーラーズ見させてもらいました。いやー、なんかすごい、あのまた新境地だなと思ったし、これがっつりあのアニソンとしても遜色なくと言いますか、かっこいい感じでいけるんじゃないでしょうか。キングダムのファンが結構気に入ってくれるといいなっていう感じではありますかね。うん、っていう形でございました。あとどうしてもあのラップの歌詞の一番最初、名古屋どうしたに聞こえてしまって、私の耳がおかしくなってるのかな。ちょっとあの、まあ、多分歌詞を見れば絶対に大丈夫だと思われる。はい、というわけで、いや、いい感じの、あの、MV でございまして、楽しかったですね。本当にアニソンファンとかにバズってくれるといいなって思ったりしますけど、まあ、その部分はね、また別の話なんで、コア君のね、ファン、アウターのみんなもそうだし、あの、ぜひみんな聴いていきましょう。あのこの感じ の、 そのロックの色合いが強い楽曲っていう感じは、BE:FIRST やマーゼルをやらないから、翔太くんも、相田翔太もやらないしね、スカイハイもやるかな。でもスカイハイもあんまりそういう感じじゃないですよね。レディーボーイもやらないし、レイコもやらない。だからロックの感じっていうかね、まあ実際にバンドも率いてますし、うん、なんか BMSG のロックのバイブス担当みたいな感じなのかなっていう。まあ当然ヒップホップとしてもそうだしね。うん、あの楽しかったです。はい、ノベルコア君 の、 あのルーラーズ聞かせてもらいました。あとなんかあれですね、ギフテッドやメインストリームとかファイヤーとかのイメージがあったので、酒井さんの楽曲は音数少なめかと思いましたが、結構がっつりギターが入っていて、音数の多い感じ、アニソンな感じのものでございました。はい、はい、では私はいろんな動画を撮っていますので、タイトルサムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報が入りますようにチャンネルの登録をお勧めいたします。それでは失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。街角の語り部、グランパンパースでした。